前髪の癖がやばい。おはよう。前髪伸びたね。髪の毛ひどいよね。ピント合ってないし、まず私に。まつげ美容液が塗ったばっかだから前髪につく。一個目じゃないから結婚しなーい。おはよう。おはよう。200回目ありがとう。かぎらかぎれな。おはよう。おはようございまーす。前髪伸びた。晴れな。もう5時だね。おはよう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 。前髪ね、切ろっかな。幕張りどうしよう。幕張り切るか迷うな。巻くか。巻くほど長さないんだよね、でも今。今、癖でさ、やばいことなってるから。こっちに前髪止めてたんだよ。パッツにするか伸ばすか、もう一回戻、もう一回伸ばすか迷う。迷います。もう一度伸ばすか、今ずっと切り続けるか、一生。一生はちょっと思ったけど切った方がいい。アラームだった。お風呂行ってらっしゃい。眠くないよ、さっきまで踊ってたから。今日はマジで頑張った。今日頑張った。今日2曲も振り起こしできました。まあそんなハードな曲じゃないからだけど。え、聞いて1曲でね、諦めようと思ったの。1曲やって寝ようって思ったんですよ。寝ようっていうか、あのちょっともう布団に入ろうと思ってベッドインしようと思ったんだけど、諦めずにもう1曲やったら案外できたから、もう一曲振り起こしした。おでこテカってる。おでこテカってるよ。伸ばした方が似合う。ちょ、前髪キモいんだけど、本当に嫌だ。めっちゃキモいんだけど。引っ張っとこう、こうやって。さっきコンタクト取ったからやばい。見えない、急に。ほれぶい、れえらいでしょ。いつも頑張ってるけど今日は特に頑張った。でもそんなに頑張ってない。え、ワンピース見てた。今日はワンピース更新日だから、クレヨンしんちゃんじゃなくてワンピース見てました。3時に起きてそれから寝られず、やばい。3時早く寝たからだよ。3時に起きちゃった。えらい、かわいいかわいいかわいい、ありがとう。何、星何、コンタクト取った。なんかハゲてる人みたい。今から寝ます。見て、こう見たらハゲてる。ハゲてる人みたい。眩しい。横画面、星何？気になるんだけど。3時に起きた？寝ないの？もう二度寝しないの？毎日お疲れ様。ね、なんか頑張ってるんだけどねって感じ。前髪うねりすぎでやばい。もうやだ。もういっか、どうせ朝だしね、ハゲレナになっちゃってる。まあいいとしましょうよ。早起きになった？ワンピースのゲームやってないな。消した、めっちゃ前に。おはよう。ゲームのとこ見返してる。見返してないな、ワンピース。もう全然見返したいんだけど、ちょっと画面が明るすぎて目が痛いから
画面の明るさ落とした。ラピントが合わない。二度寝しないの？しないの？やばいね。いやあ。頑張ってな、ありがとう。ハゲ仲間。見て、まつげめっちゃ綺麗くない？綺麗でしょ。下まつげね、薄すぎてもうわかんない。下まつげのまつばって意味あんのかな、かけて思ったけどあんま意味なさそう。けどビューラーするのめんどくさいからまあいっか。部屋の電気ついてるよ。おはよう。まだ寝てないか、綺麗な。何やばくない、自分であげた。え、何がだ、あ、まつげ違うよ。こういうの自分でできない派レナって。今日の夜中はいろいろ考えた日、いろいろ考えた日とか言っていろいろ考えてた。1回目ありがとう。いいなぁ、夜勤明けなんだ。最近マック食べてない、チーズバーガー食べてないよ。チーズバーガー食べてない。あのあれなんだろう、今のさマックのおもちゃって何何なんだろう、おもちゃ気になる。いつもおもちゃもらわないけど気になる。日の出見れたんだ、いいね。いつも考えてるね。いつもね、夜なんか考えてる。そりゃそうだけど、なんだろう、今日は案外何も考えてなかったかな。どうだろう、何も考えないぐらいがちょうどいいんですけど、私に関しては全然ピンと合ってくれない。あった、ご飯マック食べたことない。美味しいのあれ。なんか弟がめっちゃ食べてたけど、めっちゃ前に。どっちの毛だ、こっちかな。リカちゃん人形なの。ゆっくり寝てください、ありがとう。課題のこと考えてるよ。寝た、寝てないよ。チーズバーガーは食べたい。ご飯お腹にたまる。マックは絶対パンでしょ。でも美味しそうだけどね、ご飯も。弟はめっちゃね好きって言ってたよ、ご飯。なんかずっと食べてる。マック弟なんか3個ぐらい食べてるから。大食いで、大食い選手だから。チャレンジミッキー、何それ。めいた。32度、やば。何ね、星多いな。星多いな。そんないかないな、嬉しないわ。いや全然ね、もっと頑張れるんですけど、私って結構頑張れない人なんで、頑張りますね、もっと。スパイシーナゲット辛そう、なんか食べれない、そういう系。辛い系食べれない。マックでポテト食べない派、マジでありえないよ。マジありえないよ、ありえないよ。いや、え、嘘でしょ、本当に言ってるの。何食べんの逆に。ねえ、ダメだよ、そんなダメだよ。食べて、マックでポテト。そうそうそう、部活やってるしね。元気です。かぎれなもかぎれなもマックだったら3つぐらいいけるけど、いよいよで。マックじゃないよ、100円バーガーで、100円バーガー。えでもレナのお母さんもめっちゃね大食いだったらしい、昔は。マジめっちゃ食べてたって言ってた。えらい、ありがとう。
うわ、塩多めの美味しいよね、わかるわ。あ、ナゲットに変えれるんか、サラダとナゲットに変えれるんか。ポテトにケチャップ、え、ケチャップつけないよマックはつけない、マックじゃなかったらわかるけど。あ、ハンバーガーを2個とか食べるってこと。いや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 、何言ってんの、何が結婚だよ1個目でも結婚できないな、ほんとそう、あなた食べなかったらマックの塩加減が絶妙だわな、死んだおもろい、絶妙だわな、 絶妙だよね。え、マジ美味しいよね、ポテトの塩、ポテトの、ポテトの塩はい、今日会員ありがとう。オレンジジュースか、ウーロン茶じゃなくて爽健美茶、ウーロン茶ないんだよね、爽健美茶なんですよ。塩味です。プレーンとかないでしょ、ポテトに塩でしょおはよう。マクドって言わんかな、あんまり。友達とか言ってるけどあんまり言わんかも。え、マックのポテトってマジでさ、ほんまにめちゃくちゃ美味しいのにさ、時間経ったらマジでさ、あの、ほんまに食べれんくなるよなマジでわかるねんけど、ほんまにわかる。塩抜き頼むと揚げたてになる。え、そうなん、塩多めじゃなくて、どうなんやろ。揚げたてにしてください。でも揚げたてにって言わんでも、あったかいからいい、よくない、別におはよう、試験さん、試験さんおはよう。土星なんだ、土星おはよう。大好きなのは塩味のポテト語呂悪いな、昨日から全部。お茶美味しくないとかあるんだ、知らなかった。大好きなのはひまわりの種。揚げたてなのいいじゃん、最高だね、興味なさそう、最高だねいや、やばいよねあれ。はい、せーの、大好きなのは、はい、せーの。確かにその場で食べたいよね。塩別にしないでも美味しいから OK。 えっ、足跡なくなりました。レナはね、まだね、冷蔵庫にね、あります、2枚、あのラップに包んで静かに端っこに置いてあるどうしようね、あれ5、6分の勝負じゃないでしょ、10分ぐらい大丈夫だってめっちゃガチじゃん、おもろ。静かに端っこに置いてんの。あれ、そうなの、冷蔵庫に入れといた方がいいんだ。なんかチョコだもんね、だって。食べてみるわ、じゃあまた冷蔵庫に入れてたやつ食べれるかな。賞味期限とか書いてある、腐ってそう。大丈夫、大丈夫かな。疲れた、今日も頑張りました、たくさん踊りました。知らんけどすぎる、それは おやすみ、おつ。チーズバーガーだな、チーズバーガーレアのカラーの味、ほかん、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。なんか変わってるじゃん、韓国のりに変わってるじゃん。韓国のイタリア系味とかあるんだ、知らなかった。保管してんの、一生保管だよ。カホでしょ、カホ。
レナはコアラのマーチちょっと食べれなかった一時期ハマってたんだけどな、なんか食べれなくなった。お母さんがめっちゃ好きなんだよね。205日か今日。イエーイ。イエーイ。205日イエーイ。垣根のラブ。来たいのに目が開かないし意識が遠ざかる。起きて。起きて起きて。練習お疲れ様、ありがとう。半年も大丈夫なんだ。でもウェハースだよ、チョコだけじゃない、ウェハース。確かに今日15分って書いてない。謎になんかおはようって書いてすぐ始めた。書いた方がいい15分って。もう過ぎたけどもう過ぎたけどね。牛乳は飲めないの、牛乳飲めないんですよ。なんか克服したいよね。牛乳でも克服は一生できないと思う。ビッグマック食べたことない、食べたことない、ね、いだいだいだ食べたことない。美味しいの。冷蔵庫だからウェハースは全然まだしんなりはしないと思う。サクサクかな、分かんないけど。書かなくていいよ、書きます。書いたところでもう終わるんだけどね、書いたら。ビッグマック美味しいんだ。なんか肉って感じで、しそう肉って感じ肉って感じ。レナのイメージは分かんないけど、肉って感じあんまり好きじゃないんだよね今書いた65。ヒレオンフィッシュ、魚だよね。あれはなんかちっちゃい頃は食べてたけど、タルタルソースがちょっと苦手ね、だからあんまり食べないかな。全然食べてないね、もう10年ぐらい食べてないんじゃない分かんないけど。なんか人生でさ、8歳とかの時にさ、10年前とか言えないじゃん、まだ10年も生きてないから。12歳でも10年前のとか言って2歳だからさ言えないじゃん。ビッグマックはソースが美味しいって言うよね、みんな。でね、なんか言えないから、最近なんか10年前とか言えるようになって嬉しいんだよね。ちっちゃい頃本当になんか10年前とか言う大人が羨ましくて、10年前とか赤ちゃんだからなんかいいよな、10年前の話とかできてみたいな思ってた10年前だなーとかいうのを聞いたらいいな、早く10年前の話をしたいって幼少期は思って生きてました気づいたら10年前の話ができる年になっちゃったよ。10年前ってだって小3とか小4でしょ、やばいね。小2小3ぐらいか、そんなにいいか、まだちっちゃいね。ソースが美味しいみたいな、みんな言ってるよ。今日食べたことないんだよ、また食べてみるわ。8歳だよね。昔の話は置いておこう。あれ言いたい、やばい10年前の話が言いたいよ。気づいたら片思いですか、それは。チーズバーガーでいいじゃん。マック何年も食べてないねえ、ダメ、そういうこと言っちゃ今すぐ行って、朝マック行ってください、今すぐ本当にねえ、ポテトだけでいいから食べて。
もう本当に、なんでそんなこと言っちゃダメでしょポテトだけでいいから食べて、本当にマジ人生変わるソースだけ売ってたとこあるんだろう。8歳レナ、8歳のレナは闇レナでした8歳の私は闇レナでした。食べて食べて、久しぶりに、マジ毎日食べれちゃう。久々に食べたら毎日食べれちゃうよ。逆によく我慢できたね。我慢っていうか、あんま食に興味ない、なんかね、食に興味ない人いるじゃん。レナのお母さんもあんまり食に興味がなくて、なんでもいいし、夜ご飯なんてね、なんか食べないでいいみたいな、ご飯なんて食べない、食べなくて生きていけるなら別に食べなくていいみたいな。でもレナはなんか、うわ美味しそうなスイーツ屋さんだとか、今日何食べたいなとか、何作りたいなとか、これ作りたいとかなるんですけど、お母さんそういうのなくて、そう、私は食に興味しかないんですけど、食に興味がない人はいるんですよ。美味しそうすぎるんだ。なんか変わったハンバーガーとかあんま食べないかも分かんない、性格なのかなこれ、性格っぽくない？チーズ入ってなかった言ってたね。マジ今から言って、あそうだ、朝マックはハシドポテトになっちゃうんだ、そうだ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 、じゃあ夜行ってください。でもいいけど、朝マックでも、朝マックってマジうまいよね、幸せの味だよ。あそうね、劇場の横マックだもんね。劇場横のマックは行ってないですね最近、全然。何歳くらいからの記憶残ってる？何歳だろう、え、でも1歳とかの記憶あるね、全然。1歳からかな、記憶全然ある。厄介もありがとう闇レナだった。え、食に興味しかないよ、食に興味しかないよ、食に興味しかない。でもどうだろう、確かにあんまり、なんだろうな、時間がないときは何でもいいってなる。興味ないね。そう、なんかあんまりね、なんかあのいけないんですよ。あとなんかあのハマっちゃったら何回も食べちゃう、それしか食べなくなっちゃうけど、飽きるの早い、飽きるの早い、飽きるの早いけど、あの何回も食べちゃう。やさまくん嫌なの？やさまくん美味しいじゃん、ホットケーキ美味しいよね。あんま食べないけど。おはよう、すげえ何のすごいだっけ、あ劇場、何そのマックね、幸せだよね。劇場の横のマック行ったことある？そうだよ、劇場横のマックの裏は武器だから、そう、マックの裏に呼び出してパンズで攻撃するっていう、そう、悪い人がいたらね、ココミンをいじめる人がいたら、そう呼び出すの。1回目ありがとう。 T シャツないかも、お気に入りの T シャツとかないね、あんまり。すぐ飽きちゃうけど何回も食べちゃう、短期間に。結婚しないよ。マックやふざけや、あラーメン美味しいよね、全然系統違うけど系統違うけどありがとう。
最近まで時間なさすぎてやばいけど、無理やり時間作ってて余計にやばい無理やり時間を作らないでいいのに作っちゃう。そう、レナここ見守るから、ここ見に悪いことした人はあの劇場のマックのあのパンでいじめる。いじめます。悪いことしたらパンズ攻撃が待ってる。最近料理作ってないなね、やばい。そう、めっちゃ前にした、めっちゃ前にね話したやつ。そう、パンで攻撃するの。マックのパンってなんかいっぱい種類あるでしょ。あのゴマがついてるやつとか強そうじゃん。チキンタツタのやつはふわふわすぎて弱いからダメ。じゃあレナが、かきれながいじめられたら誰が助けてくれるの？みんな助けてくれるの？かきれながいじめられたら放っておく？助けない？癖が治んないな。伸びたな、切るか迷うな。ちゅーちょーん、ラララララララ。料理配信できたらいいけどね、ちょっと無理かな、近頃は時間がない。ビューが低いか確かにマックのミート、ミートやば、ミートって言うんだあれあれ何呼ぶのいじめられるかもしれないじゃん、わかんないじゃん。一旦見るな助けろすぐに。それ助ける、怪しいな、わかんないじゃん、わかんないでしょ。キャー、あーやめてよー、やめてー、やめてー、ぐさ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 、やめてー、痛いよー、あーってなったらどうする？小芝居ごまいい返し、やめてそんな強くないから、一回ガーンってやられたら痛いよー、あー誰か助けて、助けてよ、誰か助けて、うん、助けて、ダサいじゃないよ膨らまないスポンジでもめっちゃねすごいケーキになったでしょ。あれ、終わりよければ全てよしだから、いいの、途中経過なんて気にしてちゃ人生うまくやっていけないよ。楽しむな、楽しむな楽しむんじゃない、すぐに助けてちゃんとレナをあの免許してくれないと。いじめられたのかわいそうに、よしよしぐさぐさ、もうダメじいさん何されるか怖いじゃんよく言うよ、本当にね、よく言いますよね、よく言いますよ。ピント全然合わないんだけど、朝暗いからかな。応援たーいかわいそう足りてない、かわいそう足りてないの、
返し足りてないですか。だからなんで譲ってんの。え、ダメなの、勉強してくれないんだ。何ならしてくれんの。可愛くてごめんって言われた時けんか。どういうこと。レナが可愛くてごめんねって。おお、美人だし、合ってるね。頭いい、合ってるね。料理できる、うんうん、スポーツできるね。ダンスできるね。多才だね。おお、多才だった。私って多才だった。可愛いしね、結構天使に似てるし、なんか背中とかも結構羽が生えてたりして、多才だね。我な、はじめまして。勉強して、勉強してよ。合ってるねとか言って。合ってるね、全部合ってるね。ね、今日もね、やだね、今日も朝から暑いのよ。おはよう、もう来た、おはよう。星中釣りつる。いらない、甘えられた。チロルチ、チロルチョコだけかよ。もう誰にも甘えんとこ。チロルチョコか。そう、羽とか結構ね生えてるし、そう、羽生えてるから、そう、羽生えてます。だから結構いいよね、顔全体。はい、見えないよ、コメントが。遠くから多分見えないと思う。今日買いに知ってるよ。圧かけてないじゃん、別に。かけてない、ウエハースいらない。ウエハースいらないです。ウエハースちょっと家にあるのでもう溜まってる。確かに病院行く、あそこの病院行こっかな、宣伝してた。マジで行こうかな、病院。ウィットって何？そうなんだ。食べてないか、食べてない。え、なんかワンピースのアイスさ、食べようと思ったんだけどないんだよね、売ってない。スニッカーズってスニーカーじゃないの。目、最近もっと可愛くなった。やだ、なんか耳痛、耳痛かった、さっき髪の毛で。寝ます、おやすみ。ね、いいな、10個のやつ食べたい。昨日ウーバー見たらウーバーはやってなかった。最悪だった。なんでやってないの。ねえ、ずるい、なんで。サータンが一緒に朝マックしよう。いや、いいけど6時でしょ、何時に帰るの。いいけど、え、レナいいけどさ、オールだからな。サラもう寝ないの。
スニーカーズはチョコバ、え、知らないな。歌詞やめろ、歌詞風コメントやめて。ね、涙袋あるよ。ないね、あんまり。お得やお得意先ってやつか、オアシス。お得意先ってやつ。いろんなの買う。でも一人暮らしだからみんなと買いたい。映画見たことない。今日は自主練かな。え、サータンは規則正しい生活してるよ。してるしてる。いやいやいや、レイタンと朝マックで生きる世界線がいいんでしょ。間違ってるよ、なんかちょっと間違ってるよ。惜しい。サータン、そうだ、マック好きだね。確かに確かに。おはーい、まだ愛してたら。いや、もう歌詞やん絶対それ。それ歌詞やん。それ歌やん。絶対だって、サラこのまま起きるやろ絶対。寝えへんやろ家帰って。サラと朝マック行くやん、もし行ったとして、まあ、そのままレッスン自主練しようと思ったらもう家帰してくれへんもん絶対。サラ、一応規則正しいと思ってるけどな自分では最近。どこがって感じやけど。違ってない、キネちゃん間違えてるよ。何ってやつって。いやいや、レナこそ間違ってないねんけど、そっちね、間違ってるん。うわ、マックのマカロン美味しいよね。わかる、バニラ派です。バニラバニラ。明日も帰りか、待って、今日金曜日なんだ、やば、明日も帰りなんだ、知らなかった。マジか、時間ないな。全然何時起きるかまだわかんないです。一応規則正しい。あ、ちょっと寝るんだ。寝るんか。あ、その後だったら全然いいな。いや、でも一回寝たら起きれないんだよね。起きれないんですよ。勘違いじゃないでしょ絶対。なんで3時間くらい寝てから行くね。足幕張りね、分かんなかった。楽しみたいと思います。通所だよね明日。通所ね。おはようございます。あ、時間欲しいな普通に。時間欲しくない？15分寝な。やっほー。いいじゃん、でも名古屋で通所あったから。どっちも通所あるのいいよね、名古屋も幕張も。まあ服は違うからね、片方行ける人はもう片方も行きたくなっちゃうと思うけど。お金より時間ですね。時間、時間くれ。写真ね、写真撮ります。前着とけばよかった、前メロだったから。絶対人来ないんだけど。眠いよ。おはよう、今来た、おはよう。睡眠時間の日によるね、日によります。
マネーキラキラじゃないよ。時間だね、時間ね。あー、マイメロね。ね、服違うからね。名古屋のアクショントークできないからね。まあいつか着るよ、また。そう、時間はお金で買えません。時間はお金で買いたいよ。嫌いな小さい、そんなことないけど。嬉しいよ、眠いよ。眠い、嬉しいけど眠いんだ。いや、限りの寝かせようとか、限りは寝るよ、ちゃんと、ちゃんと寝ます。いや、ショールームでね、いつか着るって言って着ないやつだよね、多分。マイメラはもう着ないと思う。着るかな、わかんない。次の特典会とか着るんじゃない、わかんないけど。あ、次は名古屋で着ようかな。じゃん、わかりに来たから。ショールームで制服とか全部着たかったんだけど、めんどくさくて全然着れてない。うわ、俺の時間欲しいなー、けどお金もあげたくないなー。でも俺の時間欲しいなー。何時間ぐらいくれる？寝るやつない。めちゃめちゃチーズ。やっとか早く入りたいね。なんで？いや、いいけど別に。レナに会いたくないの？それ。暑くて。やだね。さっきまでいた？あ、いや、サラと。さっきまでサラといたよ。2時間か、少ないね。2時間少ないね。実はかきれんも可愛いでしょ。え、じゃあいつ。言い訳やん、それ。言い訳でしょ、何それ。言い訳じゃん。ユアの方が褒めてた。1回くらい出せるのよ。あ、時間に、時間にいくら払うか。オレンジジュース1本かな、5時間で。オレンジジュース1本ぐらいかな。昨日リンゴジュース飲んだから、リンゴジュースにしよう。じゃあオレンジじゃなくて、リンゴジュースなか、あ、オレンジジュースなかったんだよ昨日。まつげまだ匂う。まつげの匂い、パーマ液の。いや、少ないよ。なんで、レナからのオレンジジュースとかめっちゃ嬉しいじゃん。嬉しくない？レナからのオレンジジュースは。嬉しいと思うんですけど、ダメですか？ついに会いたいに決まってるじゃん。本当に？嘘だ。嘘でしょ。思ってない。160円くらいか。あ、オレンジジュース？160円プラスレナの気持ちだよ。レナのハートです。明日楽しみだね、楽しみだね、楽しみだね、楽しみだ。だからみんなも握手とか来てくれるから、街中で会ったらジュースをおごってあげるって。日頃の感謝を込めて、日頃の感謝を込めて、お見送りじゃなくてジュースを一本おごってあげます。あ、飲みかけていいんだ、逆に。飲みかけていいんだ。そか、ほんとか。あなたが決めたらいい。なんで？証明して、その気持ちを証明して。時間欲しいよね。元気が逆得意。え、どういうこと？得意って何？日頃の感謝を込めて。
お見送りじゃなくてオレンジジュースをおごります。アンテナのレナがいいのサラ。え、でもレナもね、あの先生に言われた、なんかせあの私みたいな、なんか先生がなんかカキレナのアンテナめっちゃ好きだよ私みたいな、めっちゃ好きって言ってくれて、アンテナと思って、めっちゃ楽しそうじゃんだってって言ってくれました。先生が本当ですかって言って、楽しそうらしい。楽しいけどアンテナ楽しいよね、普通に、普通になんか楽しい。普通に楽しくない？うわいいな、日頃の感謝込めてのウエハースもありだな、ありだな、ウエハースありだわ。レナの冷蔵庫からのウエハース。お見送りがいい？お見送りよりウエハースの方がいいでしょ。 99% ない、 1% じゃん。確かにお見送りはメンバー12人、16人12人じゃないですか。レナからの愛とオレンジジュース、どっちがいいか。そんなのもう当たり前だよね。仲間の歌好きなの？レナの仲間の歌も楽しいよね。確かに。カバンの中に入れとかないと、ジップロックに入れて、これあげるよとか言ってジップロックから出して。アンテナね、楽しいけどね、疲れちゃう。アンテナは、うん、シールなしウェハースだよ。ウェハースいらない。あ、かきれのシール、キラキラシール入ってるかも。ウェハース粉々になってそう。ラップに包んでるから、ぎゅうぎゅうに包んでる。なんか、なんでもいい。なんでもいいの本当に。じゃあなんだろうな、なんかあるかな、嬉しくないようなやつ。のど飴とか、カバンの中に入ってる口が開いたのど飴。カバンの中にのど飴を絶対入れてて、どう、嬉しくなくない？これは上ハウス焦がっちゃう。100% オレンジジュース。あ、レナがオレンジを絞って 100% のオレンジジュースをみんなに提供。100% オレンジレナジュース。よくない？今日は急にウエハースを食べたくなったので。いらない、いらないね。ひっくりマンチョコってなんだ？そう、レア、レアシール、レナレアシールです。そう、カバンにね入ってんの、のど飴。 いいんだ。いらないです絶対。嫌でしょ、口開いたのど飴。嫌じゃない？見るのも嫌なんだけど。レナ普通にさ、カバンの中からさ、友達とかだったらいいけど、なんかちょっと苦手な人とかだったら、とか、なんか弟のカバンの中とかから開いたのど飴が出てきて、それをなんか出してるとこ見たらなんか嫌になっちゃう、汚って思う。けど自分はね、飴入れてるっていう。そう、レナがね絞る。そっちの方がいいでしょ、のど飴の方が嫌でしょ。なんで無理なの？嬉しいでしょ、これに関しては。のど飴も食べかけ、やだウエハースのこと。アメちゃん、アメちゃんってたまに、わかんない、わかんないね、わかんない、言うかな、わかんない。カバンの中にウエハースとアメを大量に入れとこうじゃん。ピント合ってないけど。
いや、カエル化するよ。カエル化したら、カエル化したらもう終わりだからね。どうする？レナって結構あれじゃん、なんかいろいろやらかしちゃう感じの人だから、あんまりなんか簡単なことでみんながビビらなさそう。カキレナっぽいとかよく言われるじゃん。カキレナっぽいでなんかまとめられてるよね結構みんなが優しいのかな、わかんないけど、なんかカエル化レベルの5時とかも普通にしてるじゃん。5時、メールのね、5時、5時とか普通にしてんじゃん。おはまる、消えるだけ消えないで。じゃあ例えば何で消える、カエルか、消えそうなカエルか言って。割った、 わざと割ったウェハース。寝ますね私は今から。朝ごはん作ってるの偉いね、頑張ってね、またね、ありがとう。共犯広いよ。じゃあの下どうやってる方がびっくりする。うん、たぶくきなめはきさんっぽい。いや、たぶくきなめはもうレナっぽいで済まないよね。5時とかもね、ちょっとびっくりしちゃうよね多分ね。なんで5時るんだろうってか、なんで気づけないんだろうレナって。なんで5時に気づけないんだろうね、なんかやばいよね本当に。申し訳ないマジで。しかもなんかあのね、結構ね、なんかレナって流れ作業でさメール書いてるってみんな思ってるでしょ。だけどあの結構自分でね気づくの、ああ5時ったと思って、でちゃんと一回ちゃんと消して書いてんの毎回。あやばい、また5時った、5時った瞬間わかるじゃん。だからあ5時ったってなって、マジで1個のメールでなんか2個ぐらいちゃんと、2回とか3回ぐらい、多い時は5回ぐらいちゃんと消してやってんのに、なんか5時ってるんだよね、なぜかね。5時、5時に配信するしね、みんなのこと起こすしね。カエル化予想だらけじゃんそんなの、やだなそれ逆にいいとこ見つけよう。じゃあ言える、見返さないな、そのまま食っちゃう。なんか考えて、カエル化まだってなんだよ、まだってまだってなんだよ。アイス買おう。セブンか、なんだろうな。今だったらスムージーかな。ベリーヨーグルトだな。今は朝だから。15分寝た、本当に？おはよう。おっつーん。そう、マジでごじっちゃうんだよね。でもなんかちゃんと一回、なんか、あ、ごじったって気づく時もあるの。気づいて直してる時もあるんだけど。もうごじったって気づいてない時が、あのそのまま食っちゃってるんだよね、わかんないけどね。普通じゃありえるし別にそんなあれじゃないけどね。えそんなひどい、ひどい、そんないいよ、ひどいですよ。15分か10分か5分に終わるね5分か10分か15分に終わるね。ちゃんとあの睡眠学習しないと、さっき振り起こししたばっかだからさ、ちゃんと寝ないと忘れちゃうんだよね。寝たらさ覚えられるけどさ、寝ないと本当にね、あの本当に寝ないままねやり続けてもね意味がないっていう。だから一旦振り起こししたら一旦寝るっていうねことをやってますよね、はい今日寝てないうちに3曲振り起こししてるから、だから3曲ともちゃんと寝ないと覚えないよね。うんちゃんとね思いつかして、カエルか。なんだろうなぁ。チンハンしてる。ね。定着させないと。5時。気のせいの以上にならない。は？それは愛が冷めているということか。愛が冷めている。確かに手紙だったらごじらないよね、間違いないもんね。
3食分は何時間の睡眠必要ってこと？何時間の睡眠が必要か。まあ15時間ぐらい本当は欲しいけどちょっと、ね、取りすぎだから、睡眠学習しすぎだから、だからうん10時間ぐらいかな。おい足りてないぞ、俺への愛が足りてない。でも来てくれてんじゃん今6時なのに。疲れてるってことにしよう、愛が冷めてないけど疲れてるってことにしよう。3曲だからね、ちょっと睡眠学習ちゃんとしないと。200回もありがとう、ちゃんとね寝ないとね、時間寝落ちするし。それなマジそれな、ほんとそれな、愛足りてない、はい足りてないぞー。寝ます、私は寝ます、寝ます、寝ます。サラも寝るんでしょ、起きるの夕方じゃないかな、明日かも帰りでしょ、だからもう今日本当にやばい、やらないといろいろね、頑張りますよ。だから今日はね睡眠学習短めにね、今日はね行きたいと思います。睡眠学習短めにね行きたいと思いますよ今日は。目が覚めただけだよ。またまた朝起きたら何、寝て起きたら忘れるタイプなの、忘れるタイプに見える、レナが踊ってる夢は見ないかなあんまり、けどなんかうわーこれ何日までに覚えないといけなかったのにやってなーいとかいう夢は見た最近、マジ焦ったー。明日までに覚えないとダメなのに、待ってまだ4曲しかやってない、待ってアンコールもやってない、終わったっていう、もう本当に嫌な夢を見たんだよね最近ね、昨日か一昨日かその前の日ぐらいに。嫌だよねそういう夢は、そうならないようにね今を頑張るしかないですよ。目覚ましで起きたんかい目覚ましかい起きたん、結婚したら帰るかいな、帰んなさそう、ゲロゲロはい、愛ないの？は？何言って、なんだその猿の絵文字は、おかしいって、やめて、やだやだよ、でっかいでっかい、朝マック行きな、気が足りてるのやめて、さっきからもうやばいよねマジ、スクショ、ん、何のスクショだ、新名古屋ね楽しみだね、荷物は多くないよ、全然多くない、ねやばくない、めっちゃやばいよね、含むすぎてやばい、マジで焦った、本当に焦った、本当に本当に本当に焦ったよ、カエルか、カエルって何ガエル、アマガエル、緑の一番ちっちゃいやつ、アマガエル、アマガエルだよねあれ、なんだっけアマガエル、え、アマガエル、アマガエルだよねあれ、なんか緑のちっちゃいやつ、池とかにいるやつ、崖の上に上がるときあるの、今必死に上がっています。
愛がなくて愛があると思ってくれてるは思ってないから。え、そんなこと言っちゃう、知らないよ。もうリンゴジュースおごらないんだから、オレンジジュース。おはようございます。もう何言ってるの、何が、もうどういうこと、何言ってんの、どういうこと、何これ。おはよう。野球ね、いいじゃん、野球好きなんだ。レナも野球できるよ。ハム太郎のコールめっちゃおもろいでしょ、めっちゃおもろくない、みんな走ってるよね。アマガエル、アマガエルかわいいよね、触れないけど。おはよう。グミみたいなカエルもいる。え、何それ、気になる、見てみたい、見てみたい。え、どこあんの、嘘でしょ。アマガエルなんかちっちゃい頃とかなんかめっちゃみんなさ、みんなめっちゃ触ってたよ。コーラがいい、わかるわ、めっちゃわかる、マジでわかる。公演後のコーラとかマジ最強だからね。でも家族が来て夜ご飯一緒に行くときしか行かない。飲まないけど。オレンジジュースしかおごりません。いや、オマガエルが一番可愛くない、アニメとか出てくるじゃん。触れないけどね、半透明の目で。ナイスナイス、知らない、かわいそう、かわいい、かわいいっぽい、グミみたいなカエル、何それ。え、グミじゃないよね、生きてるカエルだよね、いるんだ。田舎って本当にね、夜の夏の夜になったらめっちゃくちゃカエルが鳴いてんの、もう本当に嫌すぎてやばいよ本当に。もうね、カエルめちゃくちゃいるから、 GVS カエルって感じ。マジ道路とかめちゃくちゃいる、めっちゃやばい、いいってなる。ゲーコ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 ってずっと鳴いてんの。やばいんだって本当に、口やばいんですよ。ウシガエルってどんなやつ、茶色、知らないんだよねカエルの種類。昔めっちゃマジでこんなでっかいカエルを校庭で見たことがある、学校の。でも夢なのかな、あれ夢か、小学校の低学年の頃覚えてないんだよね。夢だったような、でも夢じゃなかったような気もするの。めっちゃくちゃでっかくて、本当にでっかくて、レノの顔ぐらいでかかったカエルがいて、でも夢でも見たような気がする。わかんない、夢で、夢か現実かわかんないんだよねそれ、覚えてなくて。何くれるの、のど飴とオレンジジュースはやだよ。自分はあげるくせに。何持ってる普段、ケロケロケロピー、ね、やばい、腰引っかかる、ねえやだ。キロキロキロピしてます。え、田んぼやばいよ、カエルの真似したの、カエルがあった、キロ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 。カエルの、カエルの大合唱、え、なんかカエルの歌あったよね、カエルの学校はみたいな、あれをさ、なんか全員でさ、なんかカエルの、カエルの、カエルのみたいなさ、みんなで歌うさ、みんなで歌うさ、あの感じのやつやってた、小学校とか中学校ぐらいまで、みんなで順番に。カエルの卵とか見たことないですね、見たことない。ヒキガエル、わかんない、覚えてない。あ、じゃあ牛ガエルだわ、田舎にいんの。いや、牛？牛って何？もーって鳴くの？カエルが？いないよ、そんなの。なんか汚い鳴き方してる、田舎のカエルは。ゲゴゲゴ、ゲゴゲゴ、ゲゴゲゴ、ゲゴゲゴ。って感
ゲーゴ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 、かぐれかぎれのファンです。ゲーゴゲーゴ、ありがとう。ゲーゴゲーゴ隠れないでいいよって感じ。ラーキー3人しか教えてない、ダメやん。じゃあレナのイブと交換っ子だね、そうなったら。メダカ、何がメダカなの。カエル食べたことない。でもカエルってなんか鶏肉みたいな味するらしいね。メダカって何。カエルの歌が、カエルの歌が、なんだっけ、待ってるの、何言ったさっき。メダカ、カエルのが、メダ、待って、わかんない。カエルの歌何、間違ってた。カエル、カエルの歌が、ね、歌えなくなった、やだ、音痴の人みたい。音痴やん。カエルの歌が聞こえてくるよ。ね、やばい、ハモリの人みたいになっとる。ちょっと待って、歌えないんだけど。メダカの学校はだっけ、あ、メダカの学校は川の中だっけ、そーっと覗いてなんちゃららみたいな、懐かしい。カエルの歌が、歌がが違うよね待ってカエルの歌が聞こえてくるよ。くわくわ、カエルもーってなってやだよ、待って。くわ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 、ケロ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 、くわくわくわいやよんち、待って。え、カエルの歌が、なんか違うんだけどカエルカエルの歌が、わかんなくなった、何カエ、最初から違う、嘘ね、やだ、恥ずかしい、やだ待って、どんな歌だっけ。ゲロ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 ガガガ、ドレミファミレドね、待って、合ってる、ね、やだ。カエルカエルって伸ばさない、待って歌詞どんなんだっけ。か、待って、メダカと混ざってる。カエルの歌がだ、カエルの上ね、待ってカエルの歌が聞こえたカエルの歌が聞こえてくるようだ、カエルの歌が聞こえてくるよやばいね、歌すぎてやばい、エンジンに嫌われるわ。なんて言ってた、さっきはね、カエルの歌がって言ってたのか。カエルの歌がだ。これか。メダカはなんだ、じゃあ。メダカの学校はか。川の中か。それ合ってる？メダカ合ってるよね。メダカと混ざってた、なんか混ざってたね、生活リズムみたいな、私の生活リズムみたいな歌でしたね。カエルの学校違うカエルの歌がだ、カエルの歌がだよね、カエルの
ガーデン。メダカの学校は。だ。はい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 。はい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 。絶対音感。これが絶対音感です、皆さん。これが絶対音感。いいじゃん、いいじゃん。カラス、なぜ鳴くの？カラスの勝手でしょ。ここら辺なんか似てるよね、曲。鹿島さっとまし先生、嫌だ、ほんとに。ハトポッポ？ハトポッポどんなんだっけ？ハト、え、待って、ハトポッポの歌を思い出したい。メロディーどんなんだったっけ？え、ハトの歌どんなんだっけ？全く覚えてない。歌詞教えてよ。え、まだ大丈夫？カエルくん大丈夫？セーフだった？今んとこセーフ？よかったよかった。いや、絶対音感だから。これが絶対音感です。おはよう。ポッポッポーン、ハトポッポーンの次だよ。これめっちゃメダカに似てないか？ポッポッポーン、ハトポッポーン、カラスの勝手でしょって感じやん。豆が欲しいか空やるぞ。え、どんな歌だっけ、覚えてない。まずやばい、エンジにハトポッポの曲を教えないとダメなのに。豆が欲しいか空やるぞ、ポッポッポーン、ハトポッポーン、豆が欲しいか空やるぞ、みんなで仲良く食べに来い。メロディー忘れた。あったね、でもそんな曲。ポッポッポー、ハットポッポー違う？これ違う？うわ、覚えてないわこれ。ポッポッポー、ハットポッポー、カナス、なぜ泣くのだよね、これ。ポッポッポッポってどんな曲調よ、まず。あ、惜しい。なんかね、全部似てるんだよね、なんか。幼稚園で歌うかもしれないじゃん、わかんないけど。レナ幼稚園の時に歌ったかな。ハトポッポも歌ったし、カラスも歌ったし。ね、ダメ出しされちゃう、レナ。カラスとハトが混ざってる。カーラースなぜ泣くのでしょ、それがなくして。いや、何、ポッポッポが分かんないから、まず最初から音程が分かんないし、もう覚えてないもん。そんなに私をいじめないで。え、ハートポッポーみたいな感じだよね。ポッポッポー、ハートポッポーみたいな、覚えてない。ドレミで言おうよ、じゃあ。豆が欲しいか空やるぞーみたいな感じだね。豆が欲しいか、合ってない、ここ、ここ合ってない、なんかこんな感じだった気がするよ。豆が欲しいか、合ってる。ここだっけ。豆が欲しいか、合ってない、このワンシーン。ワンシーンだけ合ってない、合ってないか。合ってないの。合ってない。何やりそうなの。コーヒー服合ってるよね、ほら。豆が欲しいか空やるぞ、空やるぞが違うんだよね。豆が欲しいか何？違うの？ポッポッポーがまず分かんないんだよな。知りたい、思い出したい。知ってるんだよ、けど昔すぎて覚えてないだけなの。ポッポッポー、ハートポッポー、え、結構合ってると思ったんだけど、これに関しては。ポッポッポー、ハートポッポー、豆が欲しいか空やるぞ。
モンチ映る、モンチ映るぞやばいねモンチなのやばいポッポッポリコーダーであるよね、なんか全部さ、あの閉じて服低いのどーみたいな、たまに裏返っちゃうやつ、裏返らずに弾けたらうまいみたいな、ボーたまに悪くないこれ、この音あるよな、キラおはよう、おはよう、みんなで仲良く食べに行こい、わかんない、空やるぞーポッポッポー、空やるぞー、空やるぞー、ポッポッポー、ポッポッポーわかんない、え、合ってるのそれで、ボーそピンってなんか裏返っちゃうやつボーちゃん、ボーボー、焦げちゃうね、焦げれな、ポッポッポーがおかしい、惜しい、惜しい感じする、惜しいの、ポッソーラやるぞー、え、ポッポッポーハートポッポー、豆が欲しいかソーラやるぞー、ソーラやるぞーと一緒の音程ってことでしょ、ポッポッポーが、ポッポッポー、ソーラやるぞー、ポッポッポーねえ、わかんないわ、無理だわ、あれな、思い出せない、なんか音痴みたいな思われてるけどさ、あのあれなだけね、思い出せないだけね、これ私音痴ちゃいますから私音痴ちゃいますからね、言っときますけど、言っときますけど、音痴ちゃいますからね、ちゃいますからです、ちゃいますから、ちゃいますから、覚えてないだけ、忘れてしまいました、ハートポッポの歌は、調べよう、またついおはよう、ポポポハートポポー、もめがしいがソーラやるぞーが一緒なんでしょ、ソーラやるぞーハートポポーポッポッポー、ソーラやるぞーポッポッポー、ソーラやるぞーポッポッポー、え、ポッポッポーハートポッポーってこと違くないわかんないね、夢に出てきそう、3匹カラオケでポッポッポ歌いたいね、え、ソーラやるぞーって一緒ってことでしょ、ソーラやるぞーふん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 、ポッポッポーじゃんえ、ソーラやるぞーふん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 、ポッポッポポーポッポッポーじゃんえ、ポッポッポーハートポッポーじゃないの、え、みんな知ってんの、ポッポッポーハートポッポー歌える、歌ってみて、今歌ってみな、みんな歌えないから覚えてないんだって、案外、いや、みんな歌ってみな、歌ってみな、え、ソーラやるぞーでしょ、ソーラやるぞーがハートポッポーハーポッポッポーでしょ、ソーラやるぞーポッフン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 、ポッポポポポーってこと、ポッポッポーじゃんいや鼻歌でいいからさ、歌ってみてみんな歌えないから覚えてないんだって案外、いや歌ってみな、フンフンフン、鼻歌で歌ってみなよマジで、絶対レナの勝利だから、これは
これに関しては歌える？みんな歌えた？ポッポッポーハとポッポーが空やるぞと一緒な。ポッポッポー空やるぞってこと。ポッポッポーハとポッポー一緒じゃん。なんで一緒じゃん一緒じゃん。アング、え、歌えんの？え、完璧に歌えた。え、なんで？歌ってほしいんだけど普通に。どういうこと？ね、力入れて。やだやだ。参加早く行くために行こう。みんなで仲良く食べに行こう。そら豆、そら豆欲しいな。汽車ポッポンだ。よくなった。できてた？できてたの？ポッポッポー。そうね、やるぞでしょ。ポッポッポー。ハートポッポーですか？合ってる？そうね、やるぞでしょ。ふん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 みんなで仲良く食べに行こう。汽車の歌もある？汽車の歌。くらいになれないと力出ない。ダメ。じゃあ、レナ。レモンとか。レモンとか食べて。元気出して。枝豆美味しいよね。覚えてない。ポポポ、え、近い？みんなでなんか説明できん、やばい。ポポポハートポポ、ポポポハートポポ、豆が欲しいか空やるぞ、みんなで仲良く食べに来いって感じでいい？もう完璧じゃん。完璧でいいね。ネズミって星なんだ。永遠に続くね。ポッポッポーってずっと言ってる。レンコンレモンらへん食べるの無理。じゃあね、ないじゃん。いいよミクルンでいいよ。頭から離れない。ポッポ枝豆一袋枝豆食べすぎでしょ。食べすぎだよそれ。食べ過ぎだから。タコありがとう。車にひかれないようにしてね。この距離だとコメントが見えないんですよ。あと携帯が遠くて小指が痛い。あ、くるみって書いてた。そう、確かに豆だもんね。豆じゃないか、木の実か。くるみ食べるの？いいよ、食べたらいいじゃん。あんま食べたことないな、あれな。枝豆と空豆は全然違うじゃないですか。空豆ってあのでっかいやつか。空豆くんみたいな絵本にあったよね。あの空豆くんのふかふかの布団でみたいな、あの空豆のあの布団に入ってなんか空豆の
外側がベッドになってるみたいな絵本あったよね。心臓ボクボク牧場だポッポッポーハトポッポン。じゃあレナの子守唄ポッポッポハトポッポンっていう。これからじゃあ将来園児たちを寝かせるときにポッポッポハトポッポを歌います。子守唄で。カシューナッツイ、木の実なんだあれ。豆と木の実の違いが分かんない。そら豆あのホクホクのやつだよね。なんか芋に近いやつ。配信離れて終わります。5分か10分か15分に終わるって言ってたのに、なんでさみんななんかこんな時間なのに言ってくれないの。チリンカイしか食べたことない。ほらね、ほらダメだよ、せ慣れないこと言っちゃダメだよ。それだったらレンコンとかレモンの方がね1、2回より食べてるでしょ。ほらレナの勝ち。シソ側の皮の裏がふかふか、え、そうなんだ、知らなかった。なんかどこがふかふかでどこが食べるやつなのかもわかんないけど、わかんないけどね。できんじゃないよ、いいじゃん、子守唄でいいじゃん。生徒やめろ。部屋が盛り上がってたから。ずっとだった。エンジン寝かせるわ、ポッポッポーで。もうレナの場合はポッポッポーが癒しすぎてポッポッポー言ってるだけで寝るから、ハトポッポー行くまでに寝てる。ポッポッポーで寝るみんな。レナの勝ち、レナのレンコンとレモンの勝ちでした。イエーイ。カエルの歌が聞こえてくるよ、ん？カエルの歌が聞こえてくるよか。伸ばさないのか、なんかいろいろ。いや、ハトポッポに夢中になってないよ、そんな。みんなの方が夢中になってたじゃん。みんなの方がね。表情がいいゲーセンマスキーした。は？いいな。なんで、レナを呼んでくれなかったの？対戦相手でしょ、そこは。芋煮ってなんだよ。さくらくん愛してるよ。幼稚園で歌おう。ポッポッポーって言って寝てるかもしれんね、レナが一番最初に。ポッポッポー死んだ。ポッポッポーとか言って寝てる先生とか嫌なんだけど。うわ、マリカーするよね、わかるわ。けどめっちゃ痛くそうなんだよね、レナ。だから弱い人だったら一緒にしてほしいんだけど、マリカー弱い人マジ一緒にしてほしいんだけど、マジ周りが強すぎて、お兄ちゃんとか弟と一緒にやってもマジでレナ本当にやばいから、もう壁とかにずっとゴーンみたいな。端からずっと落ちてるし、下手くそすぎてね、ダメなの。試験赤見てね、寝ないでー。公園最近寝てる人います、結構。わかんないけど MC とかかな、 MC とかかな、ユニットとか、推しが出てないユニットとか、なんか目つぶってる人とかいる。悲しいと思う。みんなのことも寝かせちゃうからね、ハトポッポで。寝言でハトポッポ、嫌だな、寝言ハトポッポは。1位とか取ったことないよ、1位とか取ったことないんですけど、1位とか取ったことないよ。5ヶ月連続5回目とか出るんだ、これファンレベルみたいな、すごい。忖度。公園結構寝てる人いる。ずっとハトポッポ聞いたら寝ちゃうよすぐに。いや、なんか土日とか、土日とかでもとか、なんか大体同じ人な気がする。寝てる人、まあ、ガチの楽しみたいな感じなんだろうね。
いいよ全然寝てくれてもね、いいんだけどね。たい焼きが泳いでてかわいいよ。マリカ上手い人は実際の運転怖いらしいよ。死んだ。じゃあレナは下手くそだから上手いんだ運転が。ブンブーン、プッププププププ、俺の道だ。プー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 、赤コーラかっこいいって感じで免許取ったらね、行きたいと思います。我な怖い同じ人タオン氏は一人までです。同じ人なんだよ。しかも積雲が結構いいっぽくて、そう結構目の前とかで寝てるからなんかね、全然いいんだけどね、全然レナが全然気にしないから。そう、うちのタオン氏を通ります。なんかユニットいろいろ忙しい。それな、変えてるよね、知ってるよ知ってるよ、変えてんの知ってるよ、結構見てるから。私クラクション鳴らしまくって、俺の道な、俺の道あげるんだって感じでね。5人まで OK なの？うん、いいじゃん、じゃあ5人でいいじゃん、じゃあ自分の胸に手を当てて聞いてみな、5人が楽しかどうか自分に聞いてみて。今どう、楽しって言ってる5人は。知られてんな、怖い見えるんだもんだって。リリは何人からですか？わかんないなぁ、DD か、まあ、DD の気持ちもわかるよね。でも DD の方が幸せそうじゃない？楽しむ幸せだと思うけど、どうなんだろう、わかんないオタクしたことないからわかんない免許早く取りに行きたいなぁぁ楽しなんだ、5人自分に聞いてみて楽しだったじゃあ楽しでいいと思うよ楽しだったらいいと思うよ。幸せ、いいよいいじゃん。 DD でも楽しでも幸せだからね、いいと思います。涙袋育成タイム、涙袋がなかったら下まつげが本当に意味がなくなるからさ、いいと思うよ。ニカ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 、こっちはいいとして、問題はこっちっていうね。こっちの涙袋がもう皆無すぎてオーマイガーなんですよ本当に。やる気あんの？こっちやる気ありますか？ないね、やる気ないですやる気ないです。ふがき屋とかこっち来て一回も行ったことないな、行ってみたいけど行ったことないんですよ。奇跡の大工売ってるやんいいか、みやちゃん隠れてた。いやそれ思ったあそこ楽しかったよね、ああいうのもいいよね。前の時は席がいいよね、ああいうのもね。丸亀？何が？丸亀せめて兵庫県出身だから。これガチだよ。高知県じゃないの。兵庫県出身なんです。知らなかったでしょ。知らなかったでしょ。小指が痛いよ。小指が痛い。痛いよ。小指で携帯支えとったらマジめっちゃ痛いね、タノだったよねあの時。ああいう楽しみ方もあるんだって感じ避けられてんのに何言ってんだレナ。涙袋送
袋じゃないです、袋ないです。そう、かきれもね、兵庫県民なの。実はかきれも兵庫県出身なんだ。兵庫の誇りと呼んでくれ、兵庫の天使と呼んでくれ。やばいよね、ほんと涙袋なすすぎてさ、マジでなんでないの、こっちだけ。ほんとにあんまりないけどね、涙袋自体。切られてるのに喜んでないし、別に。じゃあ悲しかったって言えばいいの、そうやって言えばいいの。確かに大阪って言われる、めっちゃくちゃ。だから大阪じゃないですって言ってます、めっちゃ言ってる。観光大使ってなんなん兵庫県観光する人、そんな人おるんや。甘じゃないです、甘っぽいってめっちゃ言われる、それ。やらないでいい、大阪でめっちゃ言われる、めっちゃ言われますね。兵庫と大阪か、近いけど、どうだろう、近いっていうか、甲子園は兵庫県やけど、ほぼ大阪みたいなもん、ほぼ大阪みたいなもんですね、甲子園は。西宮は兵庫何もないって、だからレナおるぐらいやで。兵庫のいいところは兵庫のいいところはレナおるぐらいかなって感じかな、まあ、あとレナの友達がおるぐらいかな、家族と。そこが、まあ、兵庫のいいところ。結構観光地やねん、なんかレナの親友の家とか結構観光兵庫の観光のあのラインナップに入ってる、そう入ってるから。そうやね、こんな時間やん、もうやめてよ、寝るで、そろそろ睡眠学習しな、そろそろしな。そう、大阪と兵庫は喋り方がほんまに違うんですよ。喋り方違くて、やれなおらん時の兵庫はもう空気がね、もうあかんあかんあかんで、レナおった方が空気おいしいから。兵庫温泉ね、結構あるよね、北の方とかも。いや今日がわい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 。宝塚綺麗な街だね、綺麗綺麗、めっちゃ買い物できるし。そう、マリンチね、観光できるの。あ、いいね、寝てたくさん。こないだ土曜か日曜仕事だったもんね。寝てくれね、ポッポッポーだね。じゃあポッポッポーが聞いとくあれな、ここ配信終わった時ポッポッポー聞くわ。みんな今日も頑張ろう、本当に頑張ろうよ頑張ろうよ今日頑張ろうよ。なんか嫌だって、なんだよ、なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。大丈夫ね、兵庫にいても山の中だから、山の中にいるから多分会うことない。有馬温泉いいよね、有馬温泉山だけど。おやすみー、シーナクス、イルジョーン、いや頑張ってね、はい、じゃあお疲れ様。どこの卵サンド知らないな。あの金だね、今日私は時間がない金曜日だけど使われありがとう、金曜日だから頑張れるね、ね、やっほー、おはよう、おやすみ、またね、おやすみ、ありがとう、頑張ろう今日も、またね、レナガエル寝ます、キラブー。え、マジ今日は本当にマジすぐ起きる、本当にマジ起きる、7時に寝ついたとして
11時10時、目標10時に起きるわ本当に頑張ります。今日も頑張ろうね。週末ね、週末休みじゃないから、今日は自主練できるけどね、明日明後日できないから。ヤホーからのまたねだね。まったな。15時でも13時でもないから、10時目標でねえ。おやすみ、おやすみハム太郎。10時にちゃんと起きる。朝メール送りますよ。水源学習ね、頑張るね。10時か12時だな2時間遅延、2時間遅延かも、2時間遅延しちゃうかもだけど、まあそういう時もあるよ。ミクルン方式そういう時もあるレノ、そういう時もあるよレノ、そういう時もあるってたくさん言ってくれるからいいんです、そういう時もあるんで柿太郎寝ます。早く起きるマジで。おやすみー。ポポポポポポー。マジ遅延するよね、一生遅延してる。時間余裕を頑張ってください。いい言葉だから、いい言葉。レナも飼ってるよね。ハトポポマジちゃんと聞いてみる。ポポポポポ。マメが欲しいか空やるぞのところちょっともう一回聞くわ。みんなありがとう、今日も朝から付き合ってくれて。レナの配信に、レナの面白くない配信に付き合ってくれてありがとう。ってことで今日もたくさん踊りますね、夜まで。頑張ろうみんなも、花金だね。頑張ろうね。子守歌クレヨンしんちゃんだから譲れない。しんちゃん譲れない。春日部防衛隊譲れないから。頭の中でね、ありがとう、面白い、ありがとう、私ありがとう。みんな行ってらっしゃい、今日も頑張ろう、今日も頑張ろうね。今日も頑張りましょうよ。花金ですよ、花金、最高の花金。さようなら、行ってらっしゃい、みんな行ってらっしゃい。トットコハム太郎さよなら、ハトポッポさよなら。愛出してね、たくさん面白くない配信でした。今日も朝から面白くない書き目の配信でしたじゃあねー、みんな頑張ってね、金曜日頑張って、メール送ります。じゃあねー、さよなら、世界、バイバーイ、おやすみ、ありがとう、いってらっしゃい、バーイ、バイ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